日本の皆さん、おはようございます。あ、こんばんは。いつも間違えますね。ニューヨーク、夕方みたいに暗いですけど、スプリングストームの朝です。リプレイをね、聞いて思うのは、朝の声っていうのはなんかこう、やっぱり誰とも話をしてないから、暗いっていうのか、なんか重い感じですね、朝の声っていうのは。声もエクササイズしないと出てこないって感じですね。はい、小石さんが映ってますが、ニューヨーク昨日からですかね、スプリングストームなので、外はね、傘を差しても吹き飛ばされるぐらい、まあ日本の台風みたいな感じですかね。です。なので今日は工事もお休みみたいで、雪じゃないから学校はねお休みじゃないみたいなんですけど、皆さん通学、まあ、スクールバスがね迎えに来ますから、近所までお母さんたちがそこまで送っていけば皆さん学校に行けるんですけど、まあそれはね、羨ましいというか、ニューヨークのシステムはしっかりしてるなって思いますね。自分が子供の頃は歩いて学校に行きますからね。転校する前は1キロぐらいだったんですけど、転校してからは 2.5 キロとか、まあ子供にしたらね 2.5 キロは結構長かったような気がするんですけど、はい。編集アプリ、皆さんはどんなのを使ってますでしょうか。すべていつも使ってる動画の編集アプリって、この今配信してる iPhone6 に入ってるから、それと同じものがねこの iPad に入ってないので、全部説明できないなって思いながら、ちゃんと準備をせずに始めてますが、私たちがいつも奨励しているというか使いやすいなと思ってるのは、もうなんか断然 iMovie アプリなんですけど、でも iMovie アプリは Android では使えないので、これ Apple 製品なので、だから iMovie の代わりのアプリはどれですかっていうふうに言われるんですけど、まあ、無料だと同じものはないんですよね。まあ、iMovie もかつては無料じゃなかったんですけど、4ドル95セントだったかな。 iPhone5S 以前、 4S もお金払わなきゃいけなかったのかな。なんかそのあたりから iMovie のアプリが無料になったんですけど、それまでは5ドルぐらいしたんですよね。でこの隣に映ってる Wii ビデオっていうのが、まあ、一番、全然 iMovie とは違いますけど、あの Android としては使いやすいのかなっていうアプリなので、私たちが試した結果。でも Android のアプリはいろんなのが、 Android のアプリって iPhone よりも開発が早いから、あのアプリ開発者としてみたら Android の方が簡単なんですよね、審査が。なので、あの早くできるんですけど、なのでこれからもっとできてくるんじゃないかなっていう感じはします。あとこのビデオリシャスっていうのはジャーナリスト用にできたアプリなんですけど、これもう無料じゃないし、まあ、無料である程度まで使えるんですけど、なんかあんまり使わなくなっちゃいますね。もう iMovie が圧倒的に使いやすいから、使いやすいっていうか、やりたいことができる。であとこのマジストっていうアプリがあるんですけど、これは編集っていうよりは、自分が撮った動画とか写真のファイルにマジストのアプリがどんどん入り込んでいって、で自動的に作ってしまうっていう、まあ、よく言えば AI。 なんかちょっと怖いですね、自分の動画と写真のファイルにどんどん入り込んでいってしまって、作ってないのに作っちゃってできたよっていうメールというかお知らせが来たりすると、え、勝手に動画作っちゃったのっていう感じはしますけど。で、あのこの下にあるフォトセッション、これフォトか、ムービーセッションとかフィルムセッションってのがあるんですけど、このスタートアップのアプリもう使いやすいのかなと思って入れたんですけど、確かこのニュージャージーの会社だったと思うんですけど、使ってないですね。なんか最初から使えないんですよね。ダウンロードして
いきなり誓約書みたいなのを書かなきゃいけなくて、それを書かないと前に進まないから、うん、それだと面倒だなっていううちに使ってないですね。であと次におすすめなのは、これも Android にないんですけど、GoPro が作ってる会社の、これ入ってないんですよね、スプライスとクイックですね。あとは Android と両方使えて、みんなに人気なのは Adobe のアプリじゃないですかね。これもそうですけど、 Adobe アプリのビデオ、スパークビデオ、これは結構いいと思いますね。特に会社のプレゼンテーションとかで使う場合は、アプリと、デスクトップと両方でアクセスできて、だからデスクトップで編集した後にアプリで編集するとかっていうこともできるから、アプリに入ってアプリじゃないわiPhone に入ってる写真をここに上げたいとかっていうような時に使えるので、これは結構便利だなと思いますね。日本語には対応してないんですけど、でも入れてみたら入れられました。結構何個か作った動画が YouTube に上げてありますけど大丈夫でしたね。ただデスクトップでは不具合が出たりしたので、iPad で編集し直したりとかっていう作業がちょっと必要でしたけど、でもまあ無料ですからね、できなくはないっていうことですね。なんかね、この配信は働きがいっていうタイトルでやってるんですけど、どうしてもやっぱりビデオの話になっちゃうとテクニカルな話になっちゃうので、なんか働きがいとか考え方っていうことが話せなくなっちゃいますけど、ビデオの編集にしても、ビデオっていうのも心が現れると思います。やっぱりどういうビデオを撮るかっていう、写真にしてもストーリーにしても、自分の気持ちが出てくるから、そのストーリーに合わせて動画を選んだり、動画を撮ったり、あとはロイヤリティフリーの動画を選ぶにしても、どういうものを選ぶかとか、あと写真をどういうふうに選ぶかとか、あとストーリー構成をどういうふうにするかとか、そういうことっていうのは常にやっぱり考え方とつながってるんじゃないかなと思いますが、皆さんはいかがでしょうか。日本は月曜日の朝ですからね、忙しいのかもしれません。まあ忙しいでしょうね。まあ Amazon で商品を販売している時も、一番売れるのは火曜日の夜ですから、火曜日の夜がダントツだったかな。火曜日の夜と、あとは金曜日、土曜日かな。あこさん、こんばんは。ニューヨークね、今ストームなんですよ。ほとんど外台風みたいで、傘を差して歩けないぐらい。悪魔さん、もうほぼ終わろうかなっていうところでしたけど7分ぐらい一人で喋ってましたけど、おはようございます。なんかですね、週末ぐらいからまたボットがね登場してるんですよ。なのでボットが聞いてくれてたハートもくれてたっていう感じですね。これ雪だったらまたストームだったんですけど、雨なんですよ。スプリングストームって言われてます。気温は急に下がっちゃいましたね。いやいや、全然そんな謝らないでくださいね。あのあこさんの何でしたっけ、シーパラダイスみたいなのを見ました。ちょっとサムさんがシェアしてたのがタイムラインに流れてて、イルカでしたっけ、イルカかなんかが映ってた。今ニューヨークも、ニューヨーク水族館ってあるないよね。ニューヨークないですね。ボストンはありましたけど、あ、そうなんですねたまにあの私も小路さんにこうやってしょ、なんだろう、露出を合わせたりしてると、2回タップすると反転じゃないわ、フェイスカメラになっちゃうじゃないですか。だからね、そういう時ありますよね、準備してない時に。だから念のために反転した時に困らないように、 T シャツこれで大丈夫かなとか
パジャマのまま撮影して大丈夫かなとかね、ありますよね。私はもともと顔出してますよ、あの普段これでしてないですけど、前の他のだからそんなにしょっちゅうやってもねって感じですよ。 YouTube にもいっぱい出てるし、もう Google したら写真いっぱい出てくるしみたいな。なんだろうこれ、突然 Siri が起動してしまった、怖いですね。 Siri 起動するようにしてないのに。まあね、あのアメリカにはねビクトリアシークレットっていうブランドがあるんですけど、あれは一切誰が作ってるかわからないようにしてシークレットにしておいて、こうミステリアスな感じにしてるっていう話もありますから、そういうのもいいんじゃないですかね。顔出してる人たくさんいますからね、うん、ペリスコーパーで。だからそうそう、クックパッド、クックパッドにもねあるんですよ、あの私のアカウントが。でそこでレシピを紹介してたりしてるので、まあネット上ではねそこら中に出てるっていう感じですかね。しかもなんかポップオーバーっていう、なんだろう、ポップオーバーっていうハワイじゃないわ、もともとヨークシャプディングって言うんですけど、イギリスから来たアメリカの、あ電池が簡単にできる食べ物っていうかあるんですけど、メルカリやってないです。なんかね、うちのスタッフ、前いたスタッフにメルカリをやりましょうとか、フリーだからやってくださいとかって言われて入れたんですけど、やらないですね。 eBay に慣れちゃってるし、このポッシュマークっていうアメリカのアプリがあるんですけど、こっちの方がおしゃれ。なんかメルカリね、アプリ開きます、開けんのかな、なんかものすごいねジャンクみたいなものばっかりいっぱい売ってるんですよ。だから洋服は売れないんじゃないかなっていう感じで、こんな感じです。あ、見えない。結構ね、なんて言うんだろう、クレックスリストって日本だとなんだろう、そういうクラシファイドアート、アメリカだとね、メルカリ日本のアプリですからね、どうなんだろう。洋服はポッシュマークの方が売れるっていう感じでしたね。洋服じゃなかったら売れるかもしれないですね。まあ、eBay がダントツで売れるのが早いから、日本 eBay なくなっちゃいましたけど、だから日本とアメリカと違いますね。ブランド物とかだったらポッシュマークの方が今上を行ってますからね。アメリカだとメルカリと比べたら、メルカリが無料の時はアメリカ人もたくさん使ってましたけど、有料に、まあ、上場するために有料だ、無料でたくさんユーザーを増やしたんですよね。まあ、スタートアップがよくやることなんですけど、だからそれで、うん、なんか有料になってからあんまりパッとしないという噂です。まあ、自分で使ったわけじゃないからねあれですけど、まあ、欲しいものもそんなになかったし、ポッシュマークの方が使いやすくて慣れてるから欲しいものもあったし、そっちを使っちゃってるんですけど、でも同じものを eBay とポッシュマークに載せると eBay の方が早いですね、売れるのが。楽天はね、アメリカにも上陸したのはちょっと前で、アメリカの何でしたっけ、有名なサーバーを楽天が買ってるので結構伸びてるじゃないですかね。名前なかったかな、セール .com かバイ .com か。日本からの発送も早いしっていうようなことを言ってましたね。まあよく使ってるって聞くのはこっちに長く住んでる日本人の方かな、あとは日本好きなアメリカ人とかが楽天 .com だったかな。日本が楽天 .com ですか、アメリカなんていう名前だったかな。でも楽天は、でもまあアマゾンがあれか当たり前ですけど1位なんですけど、楽天は8位か18位かそんな感じだったよね。なんか8っていう数字を覚えてるんですけど、
あとウォールマートが入ってるから8位になったのかな。まあだいぶ上がってきてるみたいですよ、楽天は。そうなんです、この上に並んでる4つが動画アプリなんですけど、まあ、あとはこのマジストっていうのも日本でも使ってる方いると思うんですけど、でもどうしてもアプリが言語が日本語に対応してないのがあったりするから、それで使い勝手が悪いっていう場合もあるだろうし、どうしてももうこれで動画を編集したいっていう人たちだったら、ある程度言葉が似たような言葉、似てないね、やっぱり日本語にするとわからないのがある。ムービー面白いと思いますよね。で、一番その動画を編集したいって思うのって、やっぱりずっとこう、例えばこのペリスコープもこれ動画を撮ってるとしたら、どこかいらない部分をカットしたいって思う時ですよね。だからそういう時に使えるのが編集アプリで、まあ、YouTube はトリムって言って始まりと終わりぐらいだったらカットできますけど、間をカットできないですもんね。もうめちゃめちゃ簡単なのはこれですね、 WeVideo。 まみさんこんばんは。あとはビバビデオっていう、中国製だったかな、っていうのは結構使いやすいっていうのと、あとは今みんな何でしたっけ、ステッカー売れたり言葉を入れたりトリムしたり、あと目が大きく見えたりとか、なんかそういう加工ができるのがあるじゃないですか。でビバビデオは露出が高いんですよ。だから何だったかな、顔の影とかシワとかも全部飛んじゃう。露出が高すぎて、はっきり言ってオーバーエクスポージャーっていうか、何て言うんでしたっけ、露出間違えたんじゃないかなっていうぐらいになるんですけど、ビバビデオ、ビバ VIVA、 ちょっとこれ入ってないですけど、私この黄色い色のアプリでビバ、それで撮るとそのプラボで 目があるだけでも、みんなが撮ってる何でしたっけ、昔のプリクラみたいな、そうそうビバですね、そうビバビデオ、あこんにちは、なんかそれだと、あこんなに露出飛んじゃって、まあ、要するに目と口と鼻ちょっとぐらいしか見えないから、なんかアニメっぽい顔になるんですよね。面白い、やってみようかなと思いましたけど。そうそうそう、なんかそんな感じ。あ面白いそれ。だからね、これからアニ文字とかっていうのもあるし、カメラを通して映してる顔が本人の顔とは限らないっていうこともあるでしょうね、今後。怖いですね、そんなので。デートアプリとかで実際に会ったら別人だったとかっていうのねえ、ペリでそろそろアニ文字ができると思うんですけど、でもそうなると怖いですよね。ねえ困りますよね。でもだんだんこう写真とか撮らなくなったり写らなくなったりすると、突然写真をくださいとかって言われても、2年前とか3年前の写真を渡しちゃったりしたら、確かに現在の自分とは違うあったら別人。インスタグラムなんかね、特にみんな最高に綺麗だったっていうか、角度が一番いいものを撮ってるから、ユーデミの先生でさえ、あれなんかアイコンを見て、あ先生こんな人かなって想像して、授業を受けてみて先生が顔を出して説明してて、あれこれ先生じゃないのかなって一瞬思ったりしますけどね。生徒っていうかアシスタント講師が教えてくれてるのかなって思ったら、名前を言って紹介してるから、あ先生なんだと思って、自分もそうならないように気をつけないといけないですね。だから最近新しい動画を撮ってないから、撮り直さなきゃいけないなと思って、写真とかも、そう奇跡の一枚
手が震えるね、笑うと。手で持ってるから、手持ちカメラ。ああ、ボットね、いちいちブロックするのもめんどくさいんですけど。ね、取り直ししないとね、いけないですよね。クレヨンしんちゃんじゃないけど、お顔の工事中っていうのをやらないといけないですかね。なので、その動画で、一番簡単なのはこの Wii ビデオっていうのが iPhone でも、Android 両方使えるし、かなり簡単。見えないね、これじゃ。それを説明してる、ものすごい簡単なんで、顔出しもなしで作れるし、顔出しなしは何のビデオでも作れますけど、本当に簡単にちゃちゃってできちゃうから、今日のタイトルにも入れてますけど、それを無料で勉強できるユーデミに上げてありますから、よかったら受講してみてください。なんか突然ボットがね、増えましたね。で、あとはプレゼンテーションとか、なんかそういう、なんて言うんだろう、スライドみたいな感じで使う場合は、この Adobe のスパークビデオとか、かなり簡単でいいですよ。もう動画とかビデオがなくても、なんて言うんだろう、ストックフォトとかストックビデオを使わせてもらえるから、そこから選んで、だからもう明日までにプレゼンテーションのなんか資料を用意しなきゃいけないとか、なんとなく説明できるようなビデオが必要だっていう時は一晩でできますね。 ボットの話ですか？あ、そうなんですか。動画でも、このスパークもこれからちょっとクラスを作ろうと思ってますけど、スパークビデオは凝りたい人にとってはちょっと使いにくいんですよね。その何が使いにくいかっていうと、1枚1枚のスライドごとに録音できる、自分の声を録音する場合は10秒までしか録音できないんですね。だから、その1枚1枚のスライドで喋りたい内容が、例えば恋さんのなんだろう、なんとか配信とかやった時に、最初のスライドと次のスライドを合わせて、あ、そうなんですよね、そうそう、間違えてブロックしたりすると困るから、だから歩いてる時とかはね、あんまりしないんですよね。確かに確かに危ないよね。なので、でも10秒以内、声も録音しないで、とにかくスライドで泣きます。困っちゃうね。でもそれ解除できるんですよね、間違ってもしブロックしちゃったら、アンブロックみたいなのできますよね。あと、なんか大ボケ、あ、できる、できる、よかった。あとは、私なんか先週末に、じゃあこれから英語の、あ、ほら危ない、この人だって M から始まるもん、このボットの人名前が。あ、そうなんだ。じゃあもうブロックしないでほっときますね。それか、リプレイを見てブロックすればいいんですよね。怖いよね。なんか前にエンダーさんと話したのは、エンダーさんなんか変なことがあったんです。エンダーさんのアイコンが映ってるのに、なんかエンダーさんらしからぬコメントで、これ本当にエンダーさんなの？ボットじゃないの？って話をしてて、で、ボットだったら怖いねって言って、アイコンまでコピーされて、名前まで似たようなのにされちゃったら、間違ってブロックしちゃうよねっていう話をしてて。だからそういうボットは出ないでほしいですね。わかんないからね。迷惑だよね、そんなの出たらね。アイコンまでコピーされちゃったら。そうなんですよ。ね、そんなの怖い。でもやろうと思えばできますからね。全部データなわけだし、なんでしたっけ、デベロッピングっていうかコーディングとかしますけど、できますからね、はっきり言って。 やろうと思えば。そういうことしないでくださいよ、熊さん。 間違ってブロックされるよ、それやると。
でもあれがついてる、スーパーファンマーク、スーパーファンマークっていうの、この炎のスーパーファン、このマークまでコピーされたらダメですね、もうね、完全に。だからこのスパークビデオのいいところは、本当にビデオとか何もなくてもありがとうございます、何もなくても資料フォトみたいなのが使えるのがすごくいいですね。多分フリッカーズから持ってくるのかな。フリッカーズもね、使わなくなっちゃいましたね今。でもそうやってフリッカーズに上げてくれる人の写真とか動画を使わせてもらえるっていうのはありがたいことですけどね。時間ない時ありますからね。しかも夜になんかこう編集しなきゃいけなくて、スカイプやってますよ。スカイプも使いにくくなりましたね。スカイプのアプリありました、ありましたね。はっきり言ってこのアプリを全部見せるっていうのはプライバシーですよね、ある意味。何をしてるかすぐ分かるみたいな。この見てください、インスタグラムの古いまま全然使ってないっていうのが分かる。スナップチャットね、ちょっと下火になっちゃいました。去年ぐらいまではスナップチャットを使ってたり、スナップチャットで人気の何でしたっけ、人気のなんていう の, あのインフルエンサーみたいな人が公演に来るよって言うと 何千人も集まっちゃうみたいな、そういう現象がありましたけど、ちょっとこれ危ない、あと 5% なんでかっていうと、あ、インスタグラムが真似しちゃったじゃないですか、スナップチャットのストーリーね、ローバッテリー、まあ、切れたら切れたでおしまいですね、あと 5% で真似をして、インスタグラムの方が人気が出ちゃったっていうか、ストーリーがあるんだったらじゃあインスタグラムでいいわってことになっちゃったみたいです。だからスナップチャットかわいそうにね、使わなくて、フェイスブックね、かわいそうに旦那みんなの前でテストモニアルさせられてましたけど、あ、真似された、そうそうそう、フェイスブックもネタ切れなんですかね。でもまあね、あのフリーの無料のアカウントであそこまでになるっていうのは相当な人が使ってるってことですね。アメリカの人口今3億人いるんですけど、何人使ってるのか、なんか Facebook のユーザーが3億なんですよね、使ってる人数が。だからアメリカ人全員が使ってるってわけじゃないんですけど、あの世界的にだから3億人の人が使ってるっていうものすごいアプリになっちゃってるから、世界人口50億なのに、なので世界の1割の人がほぼ使ってるっていうに近くなってきてるから、まああと2億ありますけど、だからそうなってくるとね、無料でもああいう風に叩かれるんだなっていう感じですね。ツイッターはね、なんだろう、現在フェイスブックを一生懸命使ってる人たちの世代にとってはツイッターは何て言うんですかね、別の言語みたいですね。別のワールドっていう感じで、なのでツイッターはね、使わない人が増えてきましたね。ソーシャルアイコンもできましたね、ツイッターを入れてる人が。だから今2つ選べって言ったら、フェイスブックとインスタグラム、両方ともフェイスブックの会社のものですからね、それはフェイスブック儲かりますわって感じですよね。日本人はね、器用だし、いろんなこと、細かいことを読んだりして理解する能力はありますけど、アメリカ人はね、そういうところがちょっと弱いですね。めんどくさいって思ったりとか、私もツイッターしてなかったんですよ。ペリスコープをするようになってツイッター復活したんですけど、だから確かにアメリカではツイッターはだいぶ下火になってるますね。今日のこの音楽とトランプさんね、やってますよね。でもなんか不思議なのは、インスタありますよ、
私の個人のじゃないんですけど、スノーシュガービデオであります。よかったらフォローしてみてください。オバマさんの時は大統領になった瞬間にソーシャルメディアを全部取り上げ、その時ソーシャルメディアあったかどうか分かんないですけど、取り上げられたりしたんですけど、なんでトランプさんはずっとツイッターのアカウントを使い続けられるんだろうかっていう不思議な疑問がありますね。公認ですよね、大統領っていうのになったらツイッターとかペリスコープは本来はしないんじゃないのかなって思うんですけど。ペリスコープたまにしてますよね。そう、見ました。でもなんか本当に個人的にやってて、なんか間違えてカメラ他の方向いちゃったりとか、なんていうの、そこまでプライベートなことを見せなくていいんじゃないのかなっていう気もしましたけど、フォローしなきゃ。だからなんか不思議なんですよね。オバマさんの時はオバマさんブラックベリー使ってたんですけど、ブラックベリーっていう電話まで取り上げられてるのに、なんでトランプさんは何でも使えるのっていう。極端に言えばね、皇族にお嫁さんに行ったのに未だにペリスコープやってますみたいな感じに感じるんですけど、まあね、固いこと言わないでって感じなんですかね。いろいろ変わったんですね。あ、偽物もねいっぱいいますね。確かに偽物になりきってトランプさんの悪口を言ってる人もいますよね。まあ日本もね、ツイッター政治家の人持ってるの多いですもんね。ずっと偽物かと思ったらあれ本人なんですよねまあアメリカでもツイッター、まあアメリカでもフェイスブックとかツイッターありますからね。あ、寂しがり屋さん、まああれだけ叩かれるとあんまり見たくないと思うんですけどね、ツイッターとかフェイスブックとか。いやでもものすごい力のある人なんじゃないですかね。動画、あ、これも動画アプリだったね。ワンデー、ワンデーも使いやすいと思ったんですけど、テンプレートでなんか子供の成長の記録を取るようなアプリなんですけど、でもあんまり普及してないですね。まあ他にたくさんありすぎるのか、ありすぎるからですね。あとアドビのライトハウスとか、ライトハウスでしたっけ、これじゃない、まあこれ出ちゃってからこっちの方が楽ですけど、これが出る前はライトハウスとかっていうアプリがあったような、スパークスだったか、これスパークスか、これスパークですよね。まあ今日はアプリの名前だけで、明日から詳細に入っていくっていう風にした方がいいですよね。じゃないとネタ切れになっちゃうからね。小石さんです。講師さん、先週、あ、週末間違えて、そうそう、英語の配信、英語のチャンネルですと言いながら日本語のチャンネル喋ってたんですよね。後で見て、あれなんだこれと思いましたけど、あれ消さないと。講師さんです。のみさん、あ、ちょっと雨やみましたね。講師さん眠たそう。あ、そうなんですかね、雨がやみました。年齢不詳の小石さん、小石さん年取らないですね。23年前にできたんですけど、あったかくないですよ、ストームなんですよ、ストーム。あったかくなったなと思って、なんか20度ぐらいになったんですよ一瞬、先週の金曜日に。そしたらストームが来てしまって、まあ台風みたいな、さっき雷も鳴ってたんですけど、気温が今10度あるのかなっていう感じですね。そうです、私作です、このフィッシャーマンスーツも。髪の毛乱れてきちゃったです。この目がねこんななっちゃったのは、ワンコにかじられたからです。オリビアさんじゃないワンコですね、かじっちゃって
動かなくなっちゃった目が。ありがとうございます。作りますか。小石さん実は奥さんがいたんですよ。奥さんも一緒に作ったんですけど、それは韓国人の同級生が欲しいって言って持って帰ったので、韓国にいるのか今でもあるのかわからないですけど、ミーンなフェイスなんですよね。おじわるな おばあ分かると別居にしときますか。じゃあね、単身赴任とか、恋さん単身赴任、ニューヨークに単身赴任、奥さん何してんだろうね、かわいそう。そう、遠距離遠距離、かわいそうですね恋さん。それで恋さんは今違う生きがいに走ってるわけですね。皆さんを応援する生きがい配信に入ってるわけです。奥さんは欲張りな奥さんになっちゃったんですよ。だから奥さんの顔はね、すごい意地悪な顔してるんです。奥さんはボロボロの服と超豪華なドレスと2つあったんですけどね、どっち着てるんだろうと思いますけど、でもその奥さんも恋さんのおかげで太りましたね、お金持ちになってから。でも恋さんがお金持ちになってもしょうがないじゃないかっていうのを奥さんに教えるわけですね。フィッシャーマンって言うんですけどね、何だったかな、漁師とおかみ、漁師とおかみっていうグリム童話です、日本語では、の漁師です。恋さんは、ちなみに恋さんっていう名前はあのグリム童話じゃなくて、ペリスコープ用に上越さんがつけてくれた名前。そうですか、メルカリ日本でいいんですね、ストーリービデオ。コイさんの、コイさんのストーリービデオいいかもしれないですね。あ、それ作ってみますか、コイさん物語。でも奥さんの人形がなくなっちゃったからね、写真残ってるかな、突然明るくなりましたね、写真が残ってるかもしれないです。あ、ちょっと考えてみます、恋さん物語やってみたいと思います。恋さんも撮影しないといかんですね。あ、そうそう、だから恋さんの写をイラストで描いてくれる人を探そうかなと思ってたんですね、イラスト。そしたら奥さんの写真も残ってるから、奥さんの写真、人形のね、パペットの、それをイラストにしてもらってアニメーションにするとかね。新しい奥さん、新しい奥さんね、なるほどね、それ違う展開ですね。奥さんね、最高。なかなか現実的すぎてちょっとストーリーがもっと夢のあるストーリーにしたいかなと、まあ、そういうこと言ったらあれですけど、あ、なんか明るくなったと思ったらまた大幅に雨が降ってきました、バツに。あー、なるほどね、だんだんややこしくなりますね、娘登場とかね、孫とかね。突然降ってきました、やんだのかと思ったら今話してる間にね、突然明るくなってまた大幅に降ってきましたね。知的な奥さん、あ、なるほどね、じゃあ一緒に生きがい配信をする賢い奥さんということで考えてみたいと思います。じゃあ今日の一言、見えますか、景色、ちょっと咲いたんですよ、この白っぽい木、見えます、なんか桜っぽいのが咲き始めたかなっていう時にこんなストーム、台風のような、雨足見えない、見えてないですけど、ものすごい降ってますよ、かなり降ってます、これ風が強いの分かります、桜っぽいですよね、これ白いですけど、あ、かわいそう、歩いてる人がいますね、ねえ、結構、あ、見えますか、結構台風並みですよね、これほらほら、これ桜ですかね、なんか白っぽい桜もあるんですかね。散歩はね、もう先に行って終わってきました。
結構ね肌寒い感じですね。雨にも負けずオリビアさんは散歩に行ってましたけど、レインコート着て、はい。それでは今日の一言、用意してないですけど、なんかいい一言ありますか？今日どうでした？一日日本は。雷聞こえます？何がいいですかね今日の一日。アメリカだとステイドライっていうんですけど、要するに濡れないようにねって、まあ無理なんですけどね、これだけ降ってたらね、聞こえますよね。とんでもない、もう雷ですね。雷雨、サンダーストームです。あー、散っちゃったんですね。ステイドライですね、はい。まあこれだけ降っちゃうと難しいかもしれないですけど、長靴はもうマストですねレインブーツ。札幌まだですか？じゃあニューヨークと一緒くらいじゃないですかね。こっちもまだ桜、でもこれだけつぼみのまま散ってしまったら困りますね。秒読みになってきたみたいです。皆さんありがとうございます。なんかこうして皆さんに来ていただいて、朝からいい感じです。じゃあ明日のためにまた準備したいと思います。暗くてすいませんありがとうございました。ありがとうございます。また来てください。テンション上げて、そうですね、テンション上げていきましょう。Have a nice day!